やハロー。どうもこんにちは。現在1月11日火曜日の午後4時28分ですね。さあ、今日はうちの母仕事です。明日休みなんですけどね。なので今日もねリアクション撮影しておりますが、今ドクターストーンの6話見て7話見ました。はい、次8話撮影なしでいって、次9話ですね。まあその辺自己判断でいきます。はい、自己紹介。僕はマジラ上下にハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主です。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、パフォーマーになり、そして主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態。貯金切り崩して生活してます。今月仕事ゼロ、来月も今のところゼロ、本気でやばいですが、今のところなんとか貯金は続いてます。はい、なので節約のため自粛めちゃくちゃしてるんですけども、そんな自粛中にアニメにハマって、約1年10ヶ月で550作近く見てきました。気づけばアニメリアク職人とは名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってるんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS 各種 PV プロフィールなどすべて説明文にあるんで、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画に関しては再生リストにさ、作品ごとにまとめてますが、過去の動画ほぼ消えてます。理由は最後に説明します。そして、パフォーマンス、ジャグリング、雑談というリストには名の通り、僕のパフォーマンス動画やジャグリング動画、アニメのおすすめランキングなどなどの動画、あとはたわいもない雑談ですね、がありますので、ぜひ見てください。はい、そして今年9月頃でかい発表があるかもしれません。お楽しみに。ではいきましょう。アマプラです。3、2、1スタート。あれ、これ対象年齢13禁になってるやん。しかも暴力ってなってる。あのあれがジャンル、あ、千空は惚れられるとか恋愛嫌いなんやね。贅沢を言うな。何者なのな、この琥珀は。何世代目だと言われてたな。ネギでしか見えへんぞ。めすらいよ。この辺仲間かな。あ、この歌詞オープニングで映ってたな。これかな、仲間。
これねじり鉢巻きも仲間やね。200万年のこれアリカって思うよね。アリカやったっけこの。メスライオン。あれじゃ。50リットルめちゃくちゃ重いやん。シュラでも作るのかな。メスライオンの次はゴリラか。おお。あ、村がある。すごい髪型やなこの少女。ああこれオープニングで映ってる。40人。ほう。そういうことか。ああ、これオープニングの。銀狼銀狼。日野聡さんかな。そんな強いの琥珀。シャボン玉。シャボン玉知らんねや。悪い顔しとんな。
同じこと言うたわ。おお、人任せ。お、ねじれハチマキかな。ああ、そうやな。クローム。これ下野紘さんかな。レインボーブリッジ。千空の顔。泥団子。あ、静電気。髪の毛立てるんかな。あ、やっぱり。今回ギャグ回やね。
天才やな。逆に弟子になるんちゃう？いやいや終わり価格相関の黒も手に入れた。顔賢者の石か。ヒットポイント回復するやつやね。喜んでんじゃない？モンハン、モンスターハン、え？ハン、ハンターか。妹かな。あ、あの、メロンみたいなかぶってる子？あ、違うわ。あ、あ、姉？ルリっていうのは姉か。
子様。ジャスパーとターコイズっつの。泣いてる。抗生物質を。あ、前の智明さんか、佐藤はじめさんちゅうかな。あ、村瀬歩夢さんって影やね。あ、瑠璃上田玲奈さんかい。ターコイズ、あ、太一洋さんね。おお、そうか、前の智明さんか。白血球ね、白血球。ストーンロード、
いやー、面白くなってきたなー。はい、まあということで、まあ琥珀はまあ別に惚れたとかではなく、ただ単にまあその心意気とかそういったものが好き、気に入ったということで、まあメスライオン呼ばわりされて怒るところがね、まあ乙女やなと。まあその後ゴリラ呼ばわりされて、さらにメスライオンに戻せっていうのがおもろかったですけどね。でまあまさかね、村があるとはね、琥珀の。そこに50キロでしょ、あの壺の重さも合わせたら相当なもんですね。60キロぐらいあるのかな。まあそれをあの滑車を利用した、まあ、車一撃で壊れましたけどね、うん、で運び村まで行ったところで金狼銀狼という、なんやろな、あれは護衛なんかな。ルールはルールだと、金狼は特に。でそこにシャボン玉でビビる2人がおもろかったですけどね。で琥珀は相当強いみたいね、うん、私とやり合うのかとか言ってビビってたし、そしてクロムが現れてシャボン玉のことを木炭から作ったどうのこうのだで化学勝負制ってことで、まあ惨敗したもののゼロからあれを考えたってことは相当な天才ですよね。まあ謎なのはあの 村に化学が一切ないからどこから湧いてきたのかという疑問ね、うん、そしてまあルリネーね、あルリネーの声優さん誰やったの、まあまあいいか、後で見るかね。でルリネー何の病気なのね、まあ分からへんけど、まあそれを、ルリネーを治すために、まあ、クロムは妖術を始めたんだと言ってたんでね。さあ果たして、まあでそのね3700年前、まあその文明を聞いてね泣くところがちょっとグッとくるもんがありましたけどもね、うん、これはまあ強力な味方になるでしょうね。そのまあ司に対しての科学の国二大トップになりそうよね。はい、楽しみですね。その構成物質を作り上げてルリを救うことができるのか。はい、ということでドクターストーンの7話でした。よかったらチャンネル登録や高評価をぜひお願いします。はい、でここからは興味ない方はもう切ってください。はい、もう今ほんま仕事ありません。今月もねコロナで仕事なくなってしまって、来月も今のところゼロです。もちろん収入はゼロです。でまあ去年の3月2月、あ去年じゃない、一昨年の2月からね、もうことごとくキャンセルで凄まじく仕事がなくなって、まあなんとかね貯金を長く持たすために家に引きこもるようになってアニメリアクター始めたんですけども、今1年10ヶ月目ですが、1年7ヶ月目にして1年5ヶ月分の動画失ってます。詳しくはね生配信の、10月5日6日のねアーカイブを見ていただければと思うんですが、そして馬娘がね大量に再生されてたんで、これがなくなったことによって今チャンネル登録者数、再生数ここ2ヶ月以上ずっと伸びず、まあまあ再生数はずっと2桁ですけど、ね、もう何ヶ月間も正直しんどいしやめたい。もうメンタルは結構きてますけどもね。ただやめてしまうとゼロになるんで、僕は指一本だけでこう崖にぶら下がって耐えてる、そんな感覚です。なおかつワンルームで母の同居というね、リアクター的にはどでっかいハンデ持ってます。ただし家主僕で家賃光熱費は当然僕が払ってますんでね。まあ今ねこの根性鉢巻き巻き始めてもう 2、3ヶ月経つかな、2ヶ月は経つと思いますけども、それからもうねもうこんなハンデやろうがダメージやろうがだいぶもうぶっ飛ばしてやろうと思ってね、気合は入ってますけれども、うん、まあとにかく決めてることはもう心折れないこと、くじけないこと、やめないこと、もうまあ今気持ちだけでなんとかやってます活動ね。そして4名の方がね、まあ YouTube で僕を知っていただいてショーを見に来てくださいましたので、まあ今後とも引きこもるでしょう。なので撮れる時にこうやってね動画撮ってバンバン投稿しますんで、再生数マジでゴミですけども、もう投稿数だけでは誰にも負けへんというね誇りを持てるように、そこだけはね自信持てるようにやっていってますんで、やってきてますんでね、まあその上でねまた僕を知っていただいた方々がショーを見に来てくれたら嬉しいなっていう感じです。なので皆さんぜひともねいつかショーを見に来てください。そのためにはもうねこのコロナ禍を持つためにとにかく貯金をね突きさせないことなんで頑張りたいと思います。はい、以上マジラジオ芸人浜下、どうもありがとうございました。